小惑星探査機はやぶさ2や、今年日本初の月面着陸に成功したSLIMなどを開発し、長年日本の宇宙開発を支えてきた JAXA 宇宙科学研究所。ブレイクスルーではイプシロンロケット関連のプロジェクトに携わってきた三浦正史准教授を取材した。 JAXA で働く傍ら、去年ロケットリンクテクノロジーという JAXA 初のベンチャーを立ち上げ、これまでの常識を破る新固体燃料ロケットの実現に奔走していた。 JAXA とベンチャー、二足のわらじを履く三浦には、実はさらにもう一つの顔があった。システム工学って、もともとたどっていくと、この宇宙開発のような人類の中でも複雑なものを先駆けて扱ってきた、その考え方を、まあ、その宇宙工学とか航空とかだけじゃなくて、もっと幅広く皆さんに使っていただく、まあ、そういったことが、まあ、これ今ならできるんじゃないかなというふうに思ってます。今回は特別企画として、 JAXA やロケットベンチャーとは一味違ったアプローチで世の中のビジネスの在り方を変えようと、ベンチャー企業レビーを立ち上げた三浦流の組織論に迫る。三浦さんは JAXA にも勤めてらして、はい、そしてベンチャーも立ち上げられて、はい、さらに他にもしていらっしゃることがあるんで、そうなんです。実は、はい、ロケットリンクより前に、はい、で2016年に私が鳥取大学在職中に立ち上げた、共同創業者として立ち上げたベンチャーがありまして、株式会社レビーという会社、うん、はい、立ち上げました。創業メンバーがここの宇宙科学研究所で私と一緒にこう勉強してた仲間たちで立ち上げたベンチャーになってます、うんうん、でどういうことをやりたいかというとですね、まさにこの宇宙開発の世界でこう発展してきた複雑なシステムの作り方、システム工学、うんうん、まあ、こういう考え方を、今宇宙だけじゃなくて世の中のいろんなものが複雑になってきたので、宇宙以外の分野に適用できるんじゃないかと、うん、そういったことをベースにしてですね、その複雑なシステムの作り方とか、複雑な問題の解決の仕方とか、うん、複雑さにどう対処するかっていうのをテーマに、こういうツールですとか考え方、フレームはやり方を教えたりですとか、うん、まあ、コンサルティングしたりですとか、まあ、そういった事業を展開している会社になってます。つまりこれは宇宙のロケットのために作ったシステムですけど、はい、これ例えばメーカーやサービス業の人たちに、はい、我々はこれだけのアイテムを持っていてコントロールできない、困ってるんですよって相談されたら、はい、こういうのができちゃう。そういうことです。何千人という技術者で一本のロケットを作るって言いましたが、はい、うん、実社会の中にそういうものって意外と多いんですよね、うん、それの、まあ、最大級のものがロケット、うん、何千人で一つのものを作る、うん、でもそこまでいかなくても同じような考え方、うん、同じようなやり方を、そういうたくさんの人たちが協力して何かを成し遂げるっていうところにそのまま使えるはずなんです、はい、そういう考えのもとですね、このシステム工学とかシステムズアプローチという言われ、うん、方法論をですね、いろんなところに展開していく、これが我々レビーがチャレンジしていることです。 NASA で考えられてアメリカで流行っているもんですけど、はい、NASA とどこが違うかっていうと、どの辺が違うんですよ。そのエッセンスを抽出しました、うん、でそのエッセンスっていうのが、うん、まあ、大きく2つあって、うん、1つはこういうシステムモデルというですね、うん、要素と要素の間の関係性をこう矢印でつないでですね、うん、表す、うん、こういう図を使って複雑なものを表しましょうっていうのが一つ、うん、はい、でもう一つはそれをこう書類上でやり取りするのではなくて、対話しながら、話しながらこれを一緒に作っていきましょう、こう対話の部分が非常に重要だと思っていて、一人で図を作るんじゃなくてみんなで図を作りましょうと、でこれがすごく重要なポイントなので、そこだけならばその専門家じゃなくても他の皆さんもこのツールがあればできるでしょっていうのが我々の考え方で、そうするとすごく専門性が高くて難しかったシステム工学の方法論を、そういう専門性を持ってなくても誰でもこのインターネットさえあれば、みんなで喋りながら対話しながら図を作ることで複雑な問題に対処できますよねと。実際にどう使うのか、